はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はですね、会社にこれから入るとかですね、考えているとか、それから転職をね、検討している人たちに向けてお話をしていきたいというふうに思います。入社前後のギャップということなんですけれども、これね、やりたいことがやることができないっていう問題を、結構会社に入社してみるとあるという、そんな人のですね、話をしていきたいと思います。で、例えばね、新卒として入社とか、転職で会社に入社なんてする瞬間なんかっていうのは、やっぱり夢いっぱい抱いてね、仕事に励むぞっていう、そんな強い気持ちとかね、いっぱいあって入っていこうという人多いと思うんですけれども、ところが、いざ入社して働いてみると、思い描いていたことと違うと。で、こんな仕事をするために、毎日コピーを吸ったりとか、来客するお客さんに対して、お茶を入れるために入社したんじゃないみたいなね。未だにそんなことを、させている会社とか、させている会社っていうのは、珍しいとは思うんですけど、そんな経験をね、多くの人がしたことはないでしょうかっていう、こんなね、問いかけをしつつ、こんなデータがありますよっていうお話をね、から入っていきたいと思います。で、3年で辞める新卒っていうお話なんですけれども、相も変わらずですね、ここも本当20年とかそのくらいのスパンで、新卒入社の人たちっていうのが、3年で3分の1は辞めると。だから、10人入社すれば3人から4人はもう辞めてますよっていうデータがあるっていう話なんですね。その要因は一体何なのかっていうと、さっき言ったように、思っていた仕事と違うとか、自分のやりたいことではなかったっていうことが原因だったりするわけなんですね。中にはその人間付き合いがうまくいかないとか、上司とそれが合わないとかっていうのもあるんですけど、主にはこの2つが挙げられるということなんですね。で、これって別に、その新卒入社したその3年で辞める原因だけかっていうと、そういうわけでもなくって、転職をした時とか、それから部署移動をした時とか、転勤をした時、プロジェクトが新しく立ち上がる時とか、いろんなシーンで自分の希望と違うっていう話が出た時に、会社辞めますわ、みたいな話に繋がっちゃうっていうわけなんですね。で、もう言わずもがなも皆さんもただで体感している話で、変化が激しい時代なんですよね、今って。だから、むしろ一つの仕事っていうのを好き嫌いに関わらず、やりきるっていうのが、むしろそんなことができる人が希少になってきている時代なわけなんですよね。で、ましてや、いろんな仕事が溢れている中で、やりたい仕事ができているっていう人も、一方では貴重なんだよねっていうことなんです。だから大抵の人は、やりたくもない仕事を一生懸命アクセスく働いてやっているっていうことなんですよ。じゃあ、皆さん自身が、そんな人たちで溢れているこの世の中なので、同じ目にあったらどうするかっていうか、むしろそんな目にあっちゃうっていう人の方が多いっていうのが、残念ながら世の中の規定路線みたいなところなんですよ。だから、あなたが思っていた仕事に就くことができませんでしたと、この場合あなたならどうしますかっていうはずなん、ところなんですけど、大抵はこの2択になるわけですよ。1つ目が会社を辞めてやりたいことができる職を探すっていうことと、それから今の会社に留まってやりたいことができるまで頑張るっていう、この2択なんですよね。で、どちらの選択がいいのかっていうことを考えてみましょうっていうことなんですが、1の場合だったら、次の仕事がやりたいことができるっていう可能性は低いと。例えば今あなたが開発職をやってて、いや俺はバリバリ営業に出ていろんな経営者の人たちの人脈をつかみたいんだと思って行ったけど、あなた前職で開発やってたんでまた開発やってくださいねみたいな風に、企業っていうのは残念ながら転職っていう部分でいくと、日本は特になんですけど、実績のない人を雇うことっていうのは消極的なんですよね。だから新たに夢を抱いてね、スターウォーズエピソード4新たなる希望ってわけじゃないですけど、転職してもまた同じ別の仕事ができるっていうわけじゃなくて、思っていたものと違うというパターンに陥る可能性が高いですよっていうことなんですね。それから2つ目は、当初望んだことができる可能性が低いわけなんですよ。だから会社のやらなくてはいけないことをいろんな事情を加味しながら変化していくわけなんですよね。だから当初は A という仕事をしなくちゃいけませんでしたと。ところが1ヶ月経って、今回の例えばコロナとか、会社の業績のことを鑑みて B という仕事をやらなくちゃいけないです。で、その A も B もあなたのやりたくない仕事ですっていう可能性ってのはあるんですよ。すごく高いんですよ。だからやりたい仕事っていうものにたどり着く前に、新しくやりたくない仕事を押し付けられることになる可能性ってのは十分にあると。だから鼻のある仕事っていうのはそれをやりたがる人も多いから、社内で激烈な競争も起こっていくので、例えばマーケティング部門に行きたいですみたいな話をしたとしても、みんながマーケティング部門に行きたがっているから、そこで破れてしまって結局やりたくない仕事を続けざるを得ないみたいな可能性もあるっていうわけなんですね。で、これっていうのはどうしてもやっぱりマネジメントの難しさっていうところがあって、会社において全員に希望する仕事を用意することはできないんですよ。これって
世の中でも言うことができて、例えばじゃあゴミ回収をする仕事とか、それからなんかも、なんでしょうね、インフラと呼ばれる、例えば道路とか橋とかっていう作るような仕事をしている人たちって、あれって職業だからやっているわけであって、好き好んで、そのゴミを回収して街をきれいにしたいですとか、道路を整備していろんな人たちがいろんなところに行けるようにしたいですっていう仕事を、素晴らしいんですよ、素晴らしいんですけど、それをわざわざ選択してっていうのが、今仕事をしている人たちの人数を抑えようとするとそれがなかなか難しいっていう話になっちゃうんですよ。ということは一般的な会社でも言うことができて、会社で例えばマーケティング、総務、営業、開発っていう仕事があって、開発の仕事が一番人気があるとするじゃないですか。その会社で開発した商品は何でもヒットするから、そのヒットした商品の開発の一人者ですってことを言えたら、キャーすごいって高校の席でめちゃめちゃモテるみたいな風になると。ところが開発の仕事がやりたいっていう人たちがもう5万といるから、じゃああなたはこの3年は営業行ってくださいとか、この4年はマーケティング行ってくださいみたいな感じで割り振られたら、うわ開発したかったのに営業だわとか、マーケティングに回されたみたいになっちゃうわけなんですよね。でじゃあそういった全員が開発に行きたいですっていう希望する仕事に全員が行けないんですよね。でその事実を認識した上でやりたい仕事に取り組むっていうのは、要は開発の仕事に今回の話だったら行きたいって思うのであれば、それって諦めたの方がいいのかなっていうところなんですけど、これは他に第三の選択肢を作ることはできないだろうかっていうところなんですね。でこれって実は方法があるんですよ。何かっていうと、同じ仕事の視点とか見方を考えましょうっていう話なんですね。だから本人はやりたいことをやるっていうことに無我夢中になって視野が狭くなってしまうっていうのは当然のことなんですけど、第三者から同じ仕事でも捉え方次第で実はやりたいことができているとか、やりたいことにつながっているっていう、近づいているっていう知恵を授けてもらうことが大事なんだっていうことなんですね。でこれはちょっとした、まあ、具体的なやり取りの事例っていうのがあって、ちょっと長いんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、例えば、上司と部下の話があって、部下から上司にちょっと相談がありましたと。で部下の方から、部長私マーケティングとか企画がやりたいんですよ。なるほど、君は営業が嫌なのかね。嫌です。それはなんでなんでしょうか。営業は目の前にある商品をいかに売るかっていう仕事です。私は商品を企画したり作る人を目指しています。なるほど、今と違う仕事がしたいということですね。そうです、だから営業ではなくマーケティングをやりたいんです。マーケティング部門がいい仕事をしていると思うんですね。当然です、そう思います。ほほほほ、それはなんででしょう。だって先日発売したような大ヒット商品を作ってるじゃないですか。ほほー、あれは君はマーケティング部門が考えたものだと思っているのでしょうか。え、当たり前じゃないですか。実はあれは営業からの提案だったんですよ。営業がアクセク現場の意見を吸い上げてくれたおかげで、その情報をもとにマーケティング部門に申し入れをした結果できた商品なんですよ。そうだったんですか、知らなかったですつまり営業がいないとマーケティングは成り立たない、営業あってのマーケティングだと言ったらあなたはどう思いますか。臭い芝居に付き合っていただいてありがとうございました。まあ、つまりどういうことかっていうと、一つのことをやってても視点の多様性を持ちましょうっていう話ですね。やりたい仕事、やりたくないと思っている仕事をやりたいと思い込むっていうのは、これははっきり言って無駄ですし苦痛だから、そんなことしなくていいと。ところがやりたくない仕事の中にやりたいと思える要素がもしあったとしたらどうでしょうっていうところなんですね。でこれに関してはコースティーブ・ジョブズが人生の大切なことっていうことを説いていまして、何が役に立つかっていうのはその時点ではわからないわけなんですよ。でそれっていうのは後からわかるものなんですね。でそのためにはいつか何かの役に立つっていうことを信じてやるしかないということを言ってます。まあ、僕なんかは例えばピアノを4歳の頃から、それから中1なんで13歳くらいまでやってたんですね。ところが僕にとってはそのスポーツやりたいとかゲームやりたいとかっていうのが中心に生きてきた人間だったんで、まあピアノを習うって大して意味がないんじゃないかと思ってたんですよ。ところがピアノをやってたおかげで音をつかむっていう能力がすごい磨かれたんですよね。だからカラオケとかに行った時にこう初めて歌うような曲であったとしても、こうパッと歌うことができて、こう一緒に行った人が
っちゃ歌うまいねってこう褒めてもらう可能性っていうのは、まあ、確率でもめちゃめちゃ高いんですよね。だからだいたいカラオケに行くと褒めてもらうか、その場だけですけどモテモテだみたいな感じですね。まあこれちょっと仕事と関係ないですけどね、まあそんなイメージかなというところです。でやりたくないこととか希望していないことを続けていて、本当にこのままで人生大丈夫なのかなとか、キャリア積んで大丈夫なのかなって思うことはあると思うんですよ。ところがそれがいつか誰かの何かに役に立っているっていう思うポイントがあれば、あなたのやりたいことにつながっていく可能性があるかもしれません。ですからやりたくないなと思っている仕事をずっと続けている中で、まずはそんな誰かのいつか何かに役に立っているポイントないかなっていうことを探りながら仕事をぜひ取り組んでみていただけたらというふうに思います。まあえてもう一つ突っ込んだ話をしていくと、そもそもあなたが本当にやりたいことは今その思い浮かべているやりたいことで合っていますかっていう問題ももっとあったりするんですけどね。まあまたそれはちょっと別のお話なので、今回はやりたくないこと、あなたが入社前後でやりたいなと思ってたけどやりたくない仕事に割り振られてしまった時にどう対処していくかっていう、そんなお話をさせていただきました。ということでね、また次回もお会いできたら嬉しいです。また一緒に学んでいきましょう。それではさよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。